ザンギー長は、12世紀から13世紀にかけて、イラク北部とシリアを支配した、トュルク系のアタベク政権。武将イマアドゥッディードッティン・ザンギーにより樹立された。十字軍に対し、イスラム世界最初の組織的な抵抗を行った、政権である。ザンギーの父アークスンクルは、セルジューク朝のスルタンマリクシャーに従う武将で、シリア北部の都市アレッポを任されていたが、 反独立への動きを見せたため殺され、ザンギーは、モースルの領主ケルボガの下で育った。バスラを治めていた、ザンギーは、1127年、セルジューク朝のスルタンマフムード2世をカリフによる、反乱から守った功績を認められ、同年イラク北部の都市モースルの大主に任せられた。彼は、翌1128年、シリアセルジューク朝とアルトク長の領主が、 相次いで倒れ混乱していたアレッポに入り、ある特徴、アタベクのバラクの妻だった女性と結婚し、自らアタベクとなった。以後は、シリア南部の中心ダマスカスのブーリー・アサと争い、1144年には十字軍国家、エデッサ博国のと、エデッサを陥落させた。十字軍国家軍の一角を崩した、ザンディは一躍、イスラム世界の英雄として称えられたが、 1146年に奴隷により殺されてしまった。ザンギーの死により、その領土は二つに分かれた。もうすると、イラク北部は、長男サイフティーンガーズイが、アレッポとその周辺は、次男、ヌールティーンが継いだ。ヌールティーンは父に匹敵する武勇を見せた。彼は、早速、エデッサ白国が脱回していたエデッサの町を落とし、1149年には、 イナブの戦いで十字軍国家アンティオキア公国の公爵クレーモンド・ポワティエを破って殺し、1150年にはユーフラーテス川の西に残っていたエデッサ博国を滅ぼし白爵ジョスラン2世を捕らえた。1154年、東ザンギーが最後まで手に入れられなかったダマスカスをブーリー・アサから奪い、自らの首都とすることに成功した。ヌール・ディーンは、 ダマスカスを拠点に十字軍と戦う。1160年、アンティオキア公国の公爵、ルノード・シャティオンを捕らえ公国領土の大半を奪った。1160年代、ヌール・ティーンは、セルジューク朝の分家、アナトリアのルームセルジューク朝と交想する一方、ファーティマ朝、エジプトをめぐって、エルサレム王国の王アモーリー一世とも戦った。彼が、ファーティマ朝支援のために派遣した。 武将シールーフはエルサレム王国軍を退けてエジプトをザンギー町の影響下に置き十字軍国家軍を圧迫した。しかし1169年にシールーフの老いサラーフティーンが最小権軍最高司令官となるとエジプトはザンギー町に従わず自立傾向を強めサラーフティーンが治める IU 部長が成立する。1171年に ファーティマ朝のシーア・ハカリフが死ぬと、サラーフッティーンはカリフを廃して、ファーティマ朝を滅ぼし、自らスルタンを称して、バグダードのアッバース朝寸にハカリフに従った。ヌールッティーンは、サラーフッティーンの領土的野心を疑い、関係は悪化した。サラーフッティーンは1171年と1173年のヌールッティーンのエルサレム攻撃に対し、理由をつけて参戦を誇示した。 ヌール・ティーンは、IU 部長を従わせるために、エジプト侵攻を準備したが、その最中の1174年5月15日に、急病で死んだ。彼の息子で、後継者のアッサリーフ・フイスマイル・アル・マリークは、まだ幼く、ダマスカスをめぐる情勢は緊迫した。モースルの残儀委長君主、サイフ・ティーン・ガーズイは、アレッポ近郊にまで進出し十字軍国家は、ダマスカスを狙った。 サリーフはダマスカスからアレッポに移ったが、直後アレッポとダマスカスのザンギー長家臣たちの対立が表面化し、この期にサラーフッティーンはダマスカスに入場した。以後、サリーフは1181年までアレッポを治めるが暗殺され、モーソルのザンギー長がアレッポを支配した。1183年、サラーフッティーンはアレッポを解除させ、 ザンギー朝のシリア支配は終了する。ザンギー朝は13世紀まで北、イラクを支配し続けたが、1234年にモースルのザンギー朝は断絶し、1250年には文家も断絶した。モースルのザンギー朝をあたべく及びアミール・アレッポのザンギ屋朝、アミール・ダマスカスのザンギ屋朝、アミール・シンジャールのザンギ屋朝、アミール・ジャズイーラのザンギ屋朝、アミール。 ありがとうございます。